良い感じがします。あったかいですね、受けやすくなりますよね、はい、受け入れやすい状態になってるというか、はい、こっちもやっぱりほぐれた状態で押せるから、こっちも楽ですよね。そうですよね、お互いいいですよね。やっぱ冷えた状態だと抵抗が強くなりますもんね、はい、ります、そして受けてる方もやっぱり痛いでしょうね。そう力づくでいかないと届かないから、やる方も受ける方も辛いですよね。今なんかだとそれが特に出ますからね、そういうの。そうですね。なんか私冷えてる体の人ホットストーンを置いたりしてるんですけど。はい。まあね、そういうのは施術でできると。そういうことですよね。まあ止めながらの方がね、緩めますからね。効率いいですよね。効率がいいです。はい。暑がりな人でもそういう、なんかその気温が高くて暑いとかじゃないから、そうそう、意外と気持ちいいんですよね。あのそういうの暑いの嫌だなと思ってる人も冷えてるところに置かれるので、結構バランスが取れて気持ちがいいっていう。俺もかなり暑がりだけど、別にそのサウナとか嫌いじゃないですね。なんか別物ですよね。そうですね。ストーン受けたことないですけど、はい、気にはなりますね。あれ気持ちいいっすよ。気持ちよさそう、岩盤浴とかも気持ちいいですもんね。気持ちいい。なんていうのかな、普段冷えてるところが温まるのってすごい気持ちいいですよね。お腹とかさ、お尻とかさ、はい、足とか冷たいんですよね、いつも。まあ、女性やっぱり冷え性多いですからね、冷えとむくみがやっぱり気になる方多くて、うちでもやっぱりそのむくみを取りたいっていうお客さん来るんですけど、まあ、今のところむくみ解消系のコースがないんで、まあ、ほぐすだけですって言って。オイルやらないんですか？なんかやるって言ってませんでした？オイルはやる場合は、あの男性だけ。あ、そうなんですか。いや、だって女性にはさすがにできないです。なんで？やりたくない。あ、そうっすか。足とかだったら別にいいじゃないですか。背中とかはまずいかもしれないけど。まあ足だけだったら、膝下だったらいいですね。膝下やってください、本当。やりましょう。はい、お願いします。だいぶブランクもあるんで、ちょっと練習しないとね。あとはその始める前に、どこか自分で受けに行きたいですね。ああ、私やりましょうか。ああ、やった。はい。なんかいつもより気持ちよく受け入れてる気がします。やっぱほぐれてるから、温まってるからかな。はい。まあすんなり圧も入りますね。そうですよね。なんか変な痛みがないです。筋肉だけじゃなくて、もっと皮膚とか、そういうこわばりもないというか。そうそうそう、あの皮膚も伸びが悪い人多いですよね。なんでしょうね、乾燥してたりすると。もっと筋肉の外側の皮膚とか、まあ、その下の脂肪とか、そこが痛いんですよね。カチカチになっちゃってる人もいますからね。そう、いるいる、多い多い。これ警察なんかも結構その最初にこんなやって何やってるんだろうみたいに思いますけどね。あれもその筋肉のもっと上を緩めてるっていう感じで、あれいいですよね。そうですね、大事ですよね。気持ちいいもん。まあ、誘ってもらうだけでも全然いいですよ。上手い人がやれば何でも気持ちいいですよ。確かに。受けやすいです。はい。なんとか
力が入らずに受けれる痛いけど、はい、やっぱりその圧の入りはいいですね。やっぱりそうなんですね。温まっとくとね、表面がだいぶ緩んでますね。全然その違う。だと思う。あと手に伝わるこの体の熱がね、結構あったかいです。ですよね。だいぶ温まってますね。なんかこの汗もね、かいて、はい、ただ熱い、なんていうんですか、要は、ドライヤーとかみたいので温めたのと違って。はい、しっとり汗かいた状態になってるので、はい、そう、皮膚自体がなんか柔らかくなってる感じですね。なんか電気毛布みたいなところで温めたら、はい、多分やっぱちょっとまた違う、そんなにねこうほっこりしないと思うんですよね、はい、表面が熱くなるばっかりっていうか、遠赤外線なんですよね、岩盤浴みたいにじわじわあったかいっていう、はい、だから気持ちよく、無理なく汗が出ましたね、芯から、はい、夏でもクーラーとかで冷えてますもんね。痛くてしょうがない場合ありますね。ああ、多分それはあります。結構点で押されると表面痛いですもんね。面広く取ると割と大丈夫だけど、なんか他の背中をなんか押す時みたいにふくらはぎ押す人がいて、はいはい、それはダメですね。もう、ああ、面積小さいとやっぱり痛いですね。そう、本当にその皮膚痛いですよね。そう、いきなりグッとくる人いますけど、足はちょっと当てを広くしてほしいです。そう、広く取らないと、あとはもっと皮膚の遊びを取って入れるとかしないと。そうそう、柔らかなんかね、余裕を持ってやってくれないと、まあ、皮膚が突っ張りますよね。そうですね。ふくらはぎが結構それ出やすいんですよ。そうですよね。一番出やすいかも。デリケートですよね、ふくらはぎね。で、その押した時に、その揉み返しというか、なんていうか、出やすい、出やすいのもそうだし、反応も早いし。揉み返し来ないっていう人も、結構ふくらはぎほぐすと、ほぐした瞬間からもうパキッと固まっちゃう人とかいますからね。あ、そうですね。弱い人結構ね、そうですね。あ、でも本当なんか気持ちいい気だるさがありますね。最高っすね。はい、温まった後に揉んでもらうのとかすごく理にかなってるし、そうですね、温泉とかスーパー銭湯とか、まあ、そういうところで受ける人だいぶ多いですもんね。温まってからリラックス度合いが違いますよ。いやでも本当に楽、こっちも。あ、ですよね。余計な力入ってない状態でね、押せる方がね、すごい楽です。入りやすいし、やっぱりその表面がほぐれてくれてるだけで全然違いますね。そうですよね。すぐこう、あの狙ったところに行きますもんね。あとその、まあ、皮膚
のこわばりというか、そういうのもないから伸びがいいというか、なんというか入りやすい、やりやすいですよね。本当はこれオイル系なんかに向いてるんですよね。確かに全身オイル受ける前に体温めて汗かいて、確かにオイルの、はい、伸びも良くなりますからね、うん、しっとりしてる方が。乾いた肌だとオイル吸っちゃうんで、そうですね、乾いちゃってなんかその滑っていかないみたいなね、うん、そうそうそう、そう、うん、なんか少ないオイルでやれるから、うん、あの汚れないですしね、うん、あのべちゃべちゃやらなきゃいけないと結構 ね、 大変なんですよね。そうなんですよ、うん。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。で、丹野さんの施術を受けたいと思った方は、はい、ホットペッパービューティーから、はいはい、リンクを貼りますので、はい、何かお伝えすることありますか？ドームサウナ入ったんで、ぜひお願いします、はい。はい、ドームサウナ気持ちいいですので、はい、なんか冷えがある方、むくみがある方、なんかちょっとね、あの汗出してスッキリしたいなとか、はい、でもあと他のところでこれがほぐれにくい人もいいと思います。しっかり最初に、そう、温めておくと気持ちよく受けられますのでおすすめです。なかなかね、そういう設備があるところってないので、はい、まあ、エステ系だと入れてるかもしれないですけど、整体と組み合わせるってなかなかないですね。そうですね、カイロとかもますかね、カイロとかもいいでしょうね、はい、だから今こう固まってる状態だと、ね、動きやすくなると思いますね、うん、そうそうそう、はい、だから田野さんのとこだと揉みほぐし、強もみの、まあ、特に強もみに特化した揉みほぐしと、はい、カイロプラクティックとドームサウナ、はい、はい、3本柱なんですかね。まあそうですね、はい、ということです。 See you